ヒルトンホテルが歩いて、これからローマ浴場の後の観光に向かいます。大聖堂です。ガイドが本日の皆様のご案内役を務めます。深かったローマ皇帝たちの彫像で像の下にそれぞれ名が彫り付けられています。また浴場で泳いだり美容トリートメントを受けたり運動したり社交の場としてここに集いました。アクアスリスは広大なローマ帝国の片隅にある小さな一拠点に過ぎませんが、湧き出る温泉のおかげで非常に重要な場所でもありました。ローマ人がこの温泉を聖なる場所と考えたからです。治癒効果のある温泉へ人々は遠路はるばる旅をし、浴衣し泉の女神スリスミネルヴァから言葉を。泉を訪れた参拝者たちはあらゆる貢ぎ物を泉の中に投げ込みました。そうしたものの中で一番多く残っているのは硬貨です。ローマバス観光を終えてこれからストーンヘンジに向かいます。それがどのような経路をたどって運ばれてきたかは現在も不明ということです。川や海という水路を最短距離でたどったとしてももう385キロもございます。34トンもあったと思われるブルーストーンですけれども、60個を運ぶのは当時としては大変な作業であったと言われております。ですね、あとこの 石でできた円の建物、円柱のような建物をご覧ください。で起こった軽い犯罪の、まあ、1日ローンウェアみたいな感じで、使っていた建物になります。
ูของเขาเราเยอะที่จานด้วยで、こちらから2番からですね。2番からですね。で、ぐるっと一周回る感じになります。ストーンヘンジは円形配列のモニュメントですから、今ご覧になっているのが後ろ側だと言われると違和感があるかもしれません。こちら側のサーセンの石はかなり紛失しており、残されているものもアベニュー側の石と比べてあまり丁寧に成形されていません。石の配列ばかりでなく、これらの石が遠方から運ばれてきたという事実がストーンヘンジを特別なものにしています。はい、これでストーンヘンジとお別れです。
まだ行くよ、捨てる。ギャラリーの前をのトラファルガー広場ですね、いただきました。左手アーチの奥がずっとまっすぐバッキンガム宮殿です。明日参ります。